バレ推し。まあ、普段私はね、そんなにその不法に乗っかった企画っていうのはあんまりやらない方なんですが、さすがにね、これだけの大きな方ですとやりたくなるわけでございますね。それはアクセス数が稼ぎやすいとか、そういうまあ俗な根性がゼロとは言わないですけども、まあそういうことよりもね、やっぱり自分自身に身近な曲も非常に多かったっていうことがやっぱり何よりも一番大きいわけですよね。というところで、今回我推しとしましてですね、私にとっての恭平さんの歌ベスト10を選んでみたいと思いますね。この我推しですね、まあこのチャンネルを恒常的にご覧の方は少ないでしょうが、この我推しという企画はですね、要するに私自身が勝手に自分が好きなものをとうとうと述べるというだけの企画なんですよ。まあある意味オタクっぽい、一番最もオタクらしい企画といえば企画なんですよね。自分が好きなことを勝手にもう相手異彩構わずとうとうと述べ続けるだけという、まあそういう企画でございますね。ですから何の発展性もございません、ね。まあしかもですね、通常であれば不法直後であればですね、なんていうかこうそんなにはしゃがないものなんですけども、私はもう常日頃から申しましてます通り、芸能に関する方々のですね、その弔いといいますかね、そういうものっていうのはしんみりするよりはにぎやかに送り出したいっていう、そういう性向の人間でして、だから恭平さん亡くなったら悲しいとかね、そういうことよりもですね、恭平さんの歌でこれだけ楽しませていただいたんだっていうことをね、まあ危機として時に笑いなんかもね交えながらですね話すことになると思いますので、今はね静かに故人を偲びたいんだっていう方はここで一旦止めていただくことを推奨いたしますね。また後日ね、気持ちの整理がついてからもしよろしければね、再生していただければと思います。今回訃報直後ではございますがね、いつもの通り私は楽しみながら恭平さんの曲を振り返っていきたいと思います。というところで第5位、はい、お世話になりました井上順さんですね。これはね、なんだろうな、単純に詩の世界が好きっていうかな、ほのぼのしてていいんですよ。曲ももちろん好きだしね、曲がなんか単純でいいですよね。ドルルルルドルルルルドルル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 ル、これの繰り返しだからね。まあサビになってくると変わってくるけど、でもなんか井上順さんがね、まあそうそう、井上順さんのキャラクターが好きだったんで、あれがやっぱ子供受けするでしょ。子供が見ててもう楽しいもんね、順さんってね。もう表情からして楽しいし、言ってることもさ、なんかダジャレばっかで子供でもわかるし。でやっぱ淳さん好きだったよね。でその淳さんがこのいい歌を歌ってるからさ、歌いやすくていい歌を歌ってるから、もうやっぱり記憶も強烈なんですよ。だから残念ながらこれ当時の歌唱してる姿っていうのが残ってない感じですよね。そこ非常に残念で、何年か後に後年になって歌ってるのは残ってるんだけどもね、当時の歌ってる姿が残ってない、非常に残念ですね。まあこれはもう曲が好きね、井上順さんのキャラクターと曲がまた非常に良かったっていうね、そういう記憶で第5位でございます。さあ第4位、さらば恋人坂井正明さんですね。井上順さんの良き相方坂井正明さんね、もうこれだから淳さんと同じですよ。町明もね、正明さんも坂井さんも子供が見てやっぱ好きな人じゃないですかね。いつも明るい感じでさ、ね、坂井さんの場合はあくまでも感じなんだけどもね。で明るい感じで、で言ってることもさ、子供受けするようなことをいつも言うでしょ。だからまあ子供には受けましたよね、町明。でその町明が歌ういい歌、ね、これもう本当に好きですね。でやっぱいつも
ってこうなんか演歌っぽいところが入るところがいいよね。独特、やっぱ日本独特って感じがするね。恭平さんっつうとこう洋楽のエッセンスをパクるみたいなところがあるけど、これなんか演歌っぽいもんね。だからかこれって泥棒歌謡曲って本によればさ、恭平さんってだいたい洋楽のパクリが入ってるけど、これに関してはこの曲を洋楽がパクったみたいなこと書いてありましたもんね、何年か後に。まあそういう意味でもなんか独特な感じは確かにするっていうかな。あんまりこういう曲ってないですよね。さらば恋人みたいな曲ってあんまり聞かないですよね。これも井上順さんの曲もお世話になりました。で、松崎さん、酒井さんの曲もさらば恋人ということで、どっちもお別れの歌なんですよね。大体時期的にも同じだと思うんだけど、この元スパイダースの2人がさ、それぞれソロで、恭平さんの曲を歌ってたわけですけども、どっちもお別れの歌っていうのはどういうことなのかなって思いますけどもね。まあたまたまなのかなんだかよくわかんないですけどもね。まあとにかく曲がなんか歌い上げる感じが好きなのと、それから正明さんのね、キャラクターが好きだったのというところで第4位でございますね。さて第3位でございます。これをさ選ぶ人いるかなっていう、多分これベスト10に選ぶ人って相当少ないと思うんですよ。ママはライバルね、ママはライバルですよ。岡崎由紀さん、ママはライバル。これね、岡崎由紀さんが歌ってるわけだから、まあ、岡崎由紀さんが主演してたあのコメディドラマの主題歌なんですよ。まず奥様は18歳あったでしょ、あの系統で、次が何たって18歳、ここまではまあ多分人気番組で知ってる人多いと思うんですよね。でこの3番目が確かママはライバルで、ここら辺から確か人気が落ちるんですよね、ちょっとね。というのは路線が変わったからね。でここではね、岡崎由紀さんは、岡崎由紀さんのことはどうでもいいんだよね、どうでもいいって言ったら悪いけども、まあ恭平さんの歌を話すわけだからね。だからまあママライバルはね、この曲が本当に好きなんですよ。なんだっけ、早く大人に早くなりたい私もって歌なんだけども、まあ、テレビ主題歌全体で考えてもまあ間違いなく30曲上位30曲に入ってくるかなって、私の中のね上位30曲に入ってくるかなぐらいのね歌ですね、これね。まあママはライバル、ドラマはね、ドラマの内容についてはねあんまり細かく話さないですけどもね、またママはライバルを扱う時にやりたいと思いますけれども、まあこれは単純に曲が好きだっていうことですね。さあ第2位、オレンジの雨、野口五郎さん。これは本当にね好きだった。あのね、子供の頃これよく耳に残ってて、もう野口五郎さんっつうと私にとっては私鉄沿線じゃないんですよ。もうオレンジの雨で野口五郎さん思い出すと、もう必ずこの歌声を思い出すんですよ。オレンジの雨の中濡れてるってやつね。そんなことどうでもいいじゃないって言って始まるんだけど、あれね、だから誰かが何か言ってね、そんなことどうでもいいだろうと思うと、もう必ず頭の中でねこの曲がかかるんですよ。そういう歌ってないですかね。私の場合はこれもうオレンジの雨ってね、もう人生について回ってる歌で、もうそんなことどうだっていいだろうって思うと、そんなことどうでもいいじゃないっていう、このオレンジの雨がかかるんですよ。それも子供の頃聞いた野口五郎さんの歌でかかってくるんだよね。いやー、これはだから私にとっても人生と共にある歌で、片時も忘れたことなかったですよ。だから曲も本当にむちゃくちゃ好きなんですよ。だからね、五郎さんの歌で好きな歌も確かに多いんだけど、もうこのオレンジの雨が圧倒的。しかもこのオレンジの雨ってあんまり振り返られないでし
野口五郎さんの歌を振り返るときに、だいたい私鉄沿線とか、それからなんだろうな、まあ、一番最初のヒット曲の青いリンゴとかさ、そういう感じになるじゃないですか。あと新しいとこでは、新しいって言ったって古いんだけどさ、あの真夏の夜の夢とかね、そういうのが振り返られるわけですよね、野口五郎さんつうと。このオレンジの雨って振り返らないでしょ、ほとんど。多分映像もあんま残ってないんだと思う。あんま見たことないですからね。そういうのがあるから、とにかく振り返られないんですよ。で、情報が枯渇してるんですよ。記憶の再生産ができてないんですよね。だから周りの人は誰も振り返らないっていうのもあって、自分の中の貴重度がまた上がってってるわけですよ、どん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 。いやいや、君たち野口五郎って言うとそれ思い出すけどさってね、もうオレンジの雨の方が絶対いいだろうって、もう自分の中のその気持ちがあるから、どん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 年々再々思いが強くなっていくっていうのもあるんですよね。そういう効果もある。いや、だからもう私の中でこうもかなり強烈にもう烙印を押されてるんですかな、心に烙印を押されてしまってる、もうオレンジの雨そんなことどうでもいいだろうっていうね、もうその時にかけろよっていう烙印を押されてるっていうね、もうもうそういう、まあ用途を与えられてる、そういう歌でございますね。ただもちろん曲もむちゃくちゃ好きということですよ。さあ、でその大好きっていうかね、そのぐらい人生に染みついてるオレンジの雨をもしのぐ第1位がこちらでございます。思い出の木の下で岩崎宏美さん、これもね、これもね、私の人生と共にあった歌ですね。特にもう中学生当時、この歌は私の中学生当時の曲なんですけど、その頃もとにかく歌いまくってたもんな。自転車漕ぎながらさ、信じましょう、信じていきましょうとかよく歌ってたもんね。何がそんなに良かったんだろうって言ったら、やっぱ曲だよね。やっぱ曲が本当に好きだったんですよね。だからまあ詩はさ、まあ、この歌に関しては詩はまあ私にとってはどうでもいいっていうかな、あんまりその迫ってくる詩ではないわけ。そしていつか思い出の木の下で会いましょうっていう歌なんだけどさ、もう中学生当時にそんな相手なんか絶対いないし、ね、だからさ、その詩の世界にはまったわけではないんですよね。これもう単純に曲だけが好きだった。この頃のね、岩崎宏美さんの曲って好きなものばっかりだったんですよ。ドリームでもファンタジーでもね、それから、まあ、シンデレラハネムーンでもそうだし、二十歳前でも何でも、もうとにかく好きな曲ばっかだったんですよ、この頃の岩崎宏美さんって。でその中で思い出の木の下では特にハマったんですよね。やっぱり歌い上げる部分があるからなんだろうな、で歌い上げる部分があるから、そこをねよく 歌い上げてましたよ、まあ、あの別に歌は上手くないんだけど、あの一人でね、よくいろんなとこで、もうね、当時自転車乗って、まあ、蒲田界隈うろちょろしてたんですけども、もちろんね、人通りが多いとこじゃやらないですよ、もちろんね、人通りが少なくなったら、まあ風に乗りながらね、自転車の風に乗りながら、信じましょう、信じていきましょうなんて歌ってたわけですよね。まあそのぐらいやっぱ歌と共にあるっていうかな、まあそうですね。オレンジの雨にしてもね、思い出の木の下でにしても、ずっとこう私の人生の節々で歌ってきた歌ね、別にカラオケとかではなくてですよ、その日常生活で歌っていた、あるいはまあ口に出して歌わなくても頭の中でずっとかかってるっていう、まあそういう歌なんですよね。そういう歌いくつもあるけれども、まあ恭平さんに関して言うと、やっぱりこの思い出の木の下でと、オレンジの雨は本当に非常に頻度高くね、私の頭の中でかかっているという歌でございますよ。